ラース・スベンセン、2012年、撮影アベニューマリア・モイスリック。ラース・フレデリック・ヘンドラースベンセンは、ノルウェーの著作家、哲学者、ベルゲン大学教授。スベンセンは、多数の著書を出しており、26カ国語に翻訳されている。彼はまた、シンクタンクであるシビタのプロジェクト責任者も務めている。2008年には、研究成果に対して、 メルツァー賞を受賞し、2010年にファンゲネス、テスタメンテ賞を受賞した。彼は、カントの解釈学に関する論文で博士号を取った。スベンセンが特定の主題について書いた哲学の本の一部は、英語、ドイツ語、フランス語、デンマーク、スウェーデン語、オランダ語、フィンランド語、ギリシャ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、トルコ語、マケドニア語、日本語など、 多数の言語に翻訳されている。2011年には、ノルウェー連続テロ事件の実行犯アンネシュベーリング、ブレービクがネット上で公開していたマニフェスト文書、2083年、ヨーロッパ独立宣言のテキストの根底にある、哲学的、イデオロギー的背景の分析を行った。ありがとうございます。